第17回週荷賞は2012年10月14日に施行された競馬の競争である。ジェンティルドンナが、大歌賞、優秀品馬に続いて優勝し、品馬3冠を達成した。2012年週荷賞、最後の直線で、ビルシーナと競り合うジェンティルドンナ本年度の3歳、品馬路線は、阪神ジュベナイルフィリーズを制したジョアド・ウィーブルが主役になると目されていたが、同馬は、 圧倒的人気に押されたチューリップ賞で3着、次の大歌賞でも6着に敗退。その後に骨折が見つかり、休養に入った。大歌賞は、新山記念の優勝場で前奏のチューリップ賞では4着に、敗れていたジェンティルドンナが優勝した。ジェンティルドンナは続く、優秀品馬にも勝ち、春の二冠を達成した。同馬は秋初戦のローズステークスも快勝。本競争では、 単勝1.3倍と断然の主役として臨んできた。対抗馬の筆頭とされたのが、クイーンカップの優勝馬で、大賀賞、優秀品は、ローズステークスで全てジェンキルドンナの2着に敗れていた、ビルシーナ。他にも、重賞勝ち馬の当選ベ紅桜、花ズゴール、アイムユアーズ、オメガハートランド、ミッドサマーフェアや、小場相手に千万条件を勝ち上がった、ハワイアンウィンド、 アロマティコラーが出走してきた。一方、シオンステークスの勝ち馬であるパララサルは、両前足に、腱鞘炎を発症したため、秋を全休することとなった。夏の上がり馬は少なく、出走18頭中、13頭が、優秀品馬にも出走していた。スポーツナビの第17回集荷賞出馬表及びオッつ3賞。負担重量は、全馬5 5ラム。 スタート後のポジション争いでは、最内枠のビルシーナが気合をつけて逃げる作戦に出た。ジェンキルドンナは、バグン中段の外を追走する。前半は、スローペースで流れ、1000メートルの通過は62.2秒。向こう正面に入ると、チェリーメデューザが最高峰から一気に進出を開始して、先頭に立ち、大逃げを打った。後続も残り600メートルを過ぎたあたりから進出を。 開始する。最後の直線に入ってもチェリー・メドゥーサと後続は大きく離れていたが、ゴール前で一杯になり、残り約100メートルになってようやく、ジェンティルドンナとビルシーナが馬体を合わせて追い上げてくる。ゴール前では大接戦となったが、わずか7センチメートルの差でジェンティルドンナが優勝した。以下は、netkeiba.com の第17回週箇所及び月間。 優春2012年12月号100ページ参照。データ。ありがとうございます。